皆様こんにちは世界を変える100人の働き人です2021年3月17日は歴史的な日付となりました札幌地方裁判所で画期的な判決が出ました同性婚を否認することは憲法違反であるという判決ですと今回は急遽 これについて取り上げましておなじみの北丸裕二さんよろしくお願いいたしますそしてウェディングプランナーの原田大二郎さんに来ていただきました原田さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはいえっ、ー、とそしたらまずちょっと原田さんってあのどういう方なのかっていうのをあのご紹介しますねはい原田さん1983年のお生まれお若いですねえっ、ー、と <laughs> 大阪に生まれ、はい、お生まれになってフリーランスのウェディングプランナーこれについては番組の最後の方で詳しくやっていただくとして、はい、で結婚式サービスレボルボ代表、はい、地球一周の旅がきっかけで環境や社会問題に関心を持たれました自分のセクシャリティと向き合う中でウェディングプランナーになろうと決意しました面白いですよね。で結婚式を 通して lgbtq の人たちをはじめあのだから LGBTQ でなくても、はい、あのいいんですねです異性愛を感誰もが自分らしく生きられる社会を目指したいということで、はいえー、当事者へのエンパワーメントだけでなくより多くの人と社会を変えていきたいという思いから今回。 クラウドファンディングに挑戦なさっている、はい、ということで、じゃあ後ほどこれはあの詳しく伺うことにしまして、はい、この世界一周ってすごいじゃん。はい。えっとあの NGO ビスポートに、はい、あの二十歳の時にですね挑戦しました。あ、そうですか。これは二千三年。えっと二四年ですね。はい。あの百万円で乗る。あ、そう,そうそうそうですね。はい。 それであの100日かけてですねあの南半球を回るクルーズにですね乗ったんですけどもあこの写真はあの、ね、洋場で運動会をやった時のあの <laughs> やるんですよはいあの北丸さんも私も水先案内人で何度か私実は辻元と一緒にギリシャに船を借りに行く時に取材だと称して一緒についてたこと時あ昔てあの時んな 国を見た人と会ってそうですね。船の中でもいろんな交流そうですね。ディスカッションイベントありますからね。はい、まあその中でまああのえー、っとそうですね南米行った時ですかねあのの若者たちと一緒に、うん、なんか水をテーマにこう気候変動についてこう考えるっていうプログラムがあって、うん、まあその中でこうまあそのやっぱ南米の人たちっていうかまあ世界の人たちが何かこう悲しんだりとかなんかこう。 思いいいをしててるっていうのはなんか自分の暮らし日本で暮らしている暮らしのあり方そのものなんじゃないかなっていうふうに思ってなんかそれをこうあ<ー>あの自分でも変えていきたいなとかって<ー>できることがないかなっていうふうにこう思っていったのがすごく大きなきっっかけがあったんですね、はい、なるほどはいじゃあそのあのそのそようにあの目覚めた花田さんがこれは何ですか これはですね、うん、えっと2015年に出た「アウト・イン・ジャパン」っていうカミングアウトの、はいえー、プロジェクトでもともと2020年東京オリンピックを目指して、えっと、1万人の人がカミングアウトをしていこうというプロジェクトに参加をさせていただいた時にあの写真家のレスリー・キーさんに。 えっと、とっていただいた時の写真です。めちゃめちゃ素敵なモノクロ写真。<laughs> これは。ね、あの、ワイルドな感じと、今のこういう感じ。どっちが自分なの?。なんかこれは、<laughs> あの、スタイリストさんとかもね、あの、協賛でついてくださってて、衣装も選んでいただいたりとかしたので。はい、なんか、こう、自分がこれを着たいというよりかは、なんか、その。 やっていただいて自分を引き出していただいたっていう感じだったんですけど嫌だとか言 <laughs> なかったですか <laughs> いやいやなんかこうネックレスとかもねつけたことなかったんですけどす、ね、いいじゃないとかってね言ってくださって <laughs>、うん、じゃあ、はい、あのあそういう、はい、なんていうか1万人の写真を撮ろうとっていうことでプロジェクトやっていていいはい結局日本だとあの ゲイの人たち、レズビアンの人たち、トランスジェンの人たちが見えないので、一体その人たちがどこにいるんだ、架空の話をしてるんじゃないってことを示すために、ビービジブルになるために、目に見えるような存在になるために、じゃあ、体、顔、明かそうじゃないかということで、みんな写真を撮り始めて、それをいろんな企画展で展示したりなんかしてたんだよね、その企画の一つとして始まったのが2015年だということですね。 ということでじゃあ本題に参りますかね札幌地裁の判決です、えー、結婚の自由を全ての人に訴訟と呼ばれていま,いまして札幌だけではなくて東京名古屋大阪少し遅れて福岡で提訴されましたで東京名古屋大阪は何かコロナだとか何だとかでこうあの後半の間開くんですよね。 あの札幌はあの割とスムースに進んであの17日に判決が出たんですけれどえ同性婚の否定は不合理な差別でまあ差別っていうのは全部不合理なんだけども <laughs> <laughs> 不合理な差別で法の下の平等に反すると初の違憲判断を下した。 こんなあの違憲の,あの法律を残して民法とか戸籍法とか残していたのはあの国の怠慢だからあの精神的なあの苦痛をあ与えられたからそれを賠償しろという、まあ、そういう形でなければ日本の裁判ってこう提訴できないのでねそういうことになっていたのでそれの国家賠償は認めなかったので形式的には国の勝訴なんですね。 棄却棄却って最初に、ね、自分があってところがああ中身はその意見という判決をあ導き出したことで原告の勝利ですなのに原告は控訴するんですよねこの北丸さんあのここでちょっとポイントを押さえたいと思うんですけど、はい、す先ほども今あおっしゃった通りに結局お金をくれというふうな形でしかそあの でも<ー>本当はその彼ら彼女たちはお金が欲しいってわけじゃなくてとにかく結婚を認めてほしいということで結婚の権利っていうのを自由っていうのを私たちにもくれということで起こしたその時に形式としてお金を起こせみたいな話じゃないとできないから<ー>でお金を起こせという形で裁判をするんですけれどもだから。 国家賠償、一番最初に原告の,あの訴えを棄却する、請求を棄却すると言われたとき、みんながっかりしたわけですよ、あのときところが、武部さんは、武部裁判長、武部智子さんという方なんですけども、はいえー、この人は、その後で、普通ならばそこで終わるところを、延々と判決理由を述べるわけですで。別に述べなくてもいいんだけど、なぜかというと、その判決理由っていうのが実は大切なことなので、武部さんはそれから延々と判決理由を述べ始めた。そのときに、お金はあげられない。 つまり、国家として国日本国政府はそれを怠慢であんた方にあの、えー、わざとやろうとして精神的苦痛を与えたわけじゃないんだということを言ったんだけれども実際ここからは今これ,これ結局不平等だということは気づいてしまいましたからここからは大変ですよやってくださいということを立法的措置を取らなくちゃいけませんよということを言い始めるわけですよ。でそこで一番最初に何が問題かというと、い、え、う、ー 賠償ををししして正規を企画してあの被告が勝訴した時に国はこの裁判を控訴することできないんですよ。できないこれうまいなと思ってつまり国はね俺たちが勝ったんだからっていうふうに言ってで結局その理由として同性婚を認められるの違憲だよっていうふうなところに文句言えなくなっちゃったわけだからこの辺はすごく戦略的なんですが一方で 原告側は何かというと、それをその国家賠償、また国家賠償という形じゃなくちゃいけないんだけれどとにかく立法措置を早くさせるためにも、この裁判は運動として継続させなくちゃいけない、だから控訴する方向、控訴したんですか、まだ、控訴する方向なんだよね。ねえ、そうなんですよね。だからそれはね、社会に対する訴えるその場を、えー、ずっとこれからも続けていくための控訴なんでしょうね。でえー その原告団の,その弁護士さんたちの話では言ってみればこうやって続いていくうちにえいろんな他の東京だとか名古屋とか大阪だとかの判決も出てくるでしょうけれどもそのうちに結局国会が動き出してこの立法措置が講じられてでいわゆる訴えのすでに利益がなくなってこれ訴えなくてもいいですっていうような状況になって解消するのが一番ベストな道だと。 いうふうなことまでを言っているので、つまり、えー、原告団としては、えー、この運動というのはこれからも続きますよという宣言としてこれこの運動が続いていくんだっていう話でしょう、ねうん。だから同性婚がきちっと法的に認められるまで続けるぞという宣言なんですね。ねうん、あの私は実はあの自衛隊イラク派,派兵異見訴訟の、はい、あの名古屋のあの最高あえっ、ー、と 名古屋高等裁判所の,、はい、あの9条1項に違反というねその裁判長の生声を原告として聞いたんです、えー、であれも、えー、原告の,あの敗訴だったんです、はい、その精神的苦痛をあの与えられたから、はい、千円よこせで、それは棄却だから国が勝った。うん、だけれども 9条1項に違反という違憲の判決を導き出したので実質的には私たちのあが勝ったわけです、はい、でその時にね弁護士さんが言ったのはあの敗訴さあの形式的敗訴になったからといって、うん、あの最高裁にねこう上告しないでほしいひっくり返されるからだからその総称の戦略的な問題ですよね。 その時の時ととはちょっと戦略が違うの、うん、よくあのと形式的には敗訴でも違憲の,あの判決を勝ち取ったというのであの上告しないということがよくあってこのイラク訴訟もその一つだったんですけど今回違うんですよ。戦い続ける控訴するんだとこれびっくりしましまたそして感動しあの原告たちのね覚悟のほどというか。うん あの思い知ったような次第ですねもう私はもう17日のこれ11時半,半ぐらいにこうあの速報が出たのかなもうそれからその1日こうじわじわ <laughs> じわじわうれ、えー、しくってあの裁判長の武部さんも判決文を読み上げるときに結局その同性愛の人たちに。 過酷な苦痛をし敷いていたんだっていうようなことを差別をやってたんだっていうことを読み上げるときに、うんえー、なんかんか声が震えてたとか、ねまあ、世界的な情勢を考えるとまさにそういう人たちもしかしそういう判断が先ほど2004年の段階でその環境問題だとか水の話だとか 温暖化の話だとか出てたって言うけど、うん、もうすでに17年ですか、はい、そ,その段階ででも2001年ぐらいから同性婚の動きっていうの世界で実現してきて、うん、実はその前に1990年代からすでにいろんなところでこ,この武部さんみたいな話の裁判の判決が出てきてるんですよね。うんうん、それから遅れること30年。あのとまあ、これあの新聞なんかあ新聞ね持ってきましたけれども。 新聞、あの、大きく報じています。何ページにも、わたって報じていますけれども。うん、これは東、ね、は公海道版だと、みんな、読売以外は、みんな一面トップでしたね。ね <laughs> 読売以外。<laughs> そうですか。読売なんか、ひどい。出そうですか。ここに、あの、新聞がよくあるね。用紙っていうのとは、ちょっと、私、これ違うんですけど、私の感想なんです。はい、えっと、まずね、性的指向は、人の意思によって、選択変更できるものではない。うん っていうことをはっっきり言った、うん、これをね判決文あの全部でね5,500字あった、うん、私結構短いと思ったんですすごくこう簡潔でね、うん、あの熱量がすごくこもっていて、はい、その中でねこのねあの変更できるものじゃないっていうこれがね5回も繰り返されている、はい、それが印象的でした。で次にははねこうした認識は今や 社会に広く共有されているというのを世論調査などを引用して、はい、これはね3回言っている、はい、で3回ともただし60歳以上はダメって言ってるの <laughs> <laughs> それをしつこく言うんですよその辺がちょっとねあのチャーミングって言っちゃおかしいんだけれどももうで,でそういうねあの あの60歳以上の意見っていうのはねこれをしなくてよいみたいなことも書いてあったりするのね。でね一番感動的だったのがその武部裁判長も声を震わせたと言われているのが次ですねあの文通りじゃありませんけれども「同性愛者が結婚によって生じる法的効果を享受できないことは合理的根拠のない差別であり」。 法のもとの平等憲法十四条に違反するっていうねここですよねうんいや原さんいかがですかこれどうですかやっぱりすごい本当に嬉しかったですねやっぱり自分たちがいないものとされてきたっていうことがたくさんの人がやっぱりそれをすごく感じてきていった中でやっぱり高齢が自分たちがちゃんと存在しているってこともやっぱり認められたことでもあると思うのでやっぱりその しなんか多くの方はやっぱり当事者としてあの自分があのそんな結婚っていうことを考えたこともなかった人たちがそういうこともやっぱり自分たち考えてもいいんだなっていうことが考えれるあなんかもしかしてそれってできるかもなっていうふうになんか思えたっていうことはやっぱりすごく希望だったんじゃないかなっていうふうに思ってます。ね、で次がちょっとこうあの屈折してくるんですけれど、はい、しかしこの課題が浮上してからまだ日が浅いとはいえね、うん <laughs> <あの> <laughs> 日が浅いとはいええっと、国会で初めてあの同性婚のことが言われたのが80年1980年ですよあじゃないや違うもっと遅いんだごめんなさいそれにしても10年以上そうですね、うんうん、だからね日が浅いでねあの次です彼女がこれ言いたかったんだと思うの、うん、死後判断もなかったために。うん もうあります。彼女が裁判長として出した司法、うんうん、あの判断があります。司法判断がもうなかったために、うん、国会が意見状態に気づくのは困難だったことから。うん、もう気づいたでしょ。うんうん、知らないとは言わせないよっていうことですね。国家賠償法一条に、あの、違反するとは言えない。今まではね。ね。この判決が出る、出た時まではね。うん、ということでございます。うんうん あの北村さんいかがですかあの判決の行使というのは何かというと、うん、まず問題となったのは結婚は両性の合意によってのみ成立するの24条それと幸福追求権の13条。あじゃあ次の,あの憲法問われた憲法の条文というのをお願いします。はいえー、そして14条法の下の平等というのがあるんですけども、はいはい、まずこの武部さんが言ってることは。 あの条実はこれもね24条にもいろんなそのお意見がありまして両性、うん、の合意のみに基づいて成立しこの両性っていうのが例えば男女なのか、はい、それとも男性男性という両性なのか、うん、女性女性という両性で,でもいいんじゃないかとかっていう議論もあって、うん、つまりこれ何かというとあの時に結局家制度で。 家の家父長の判断によって家父長たちの合意によって成立した結婚っていうものを排除してそうじゃなくて当人たちが、えー、それを認めれば合意すれば結婚できるんだよっていうことを、えー、ここで示すための24条というのはそのための条文だったわけですね。条ができた時には あの、えっと同性愛というのは精神疾患と思われていた。だから、もう婚姻関係というところから度外視されていたでこ、24条ができる時に問題だったのは親が決める。結婚、うん、家のための結婚だから、両性の合意のみに基づいてっていうことがあった。だから、あのね。えっとこれあの放送会では？ 少数派の意見らしいんですけれども、はい、あのと。法律の解釈の流儀には二つあって。はい、普通の法律はね、あの分理解釈っていうんですって。文字の文でしょ、うんうん、で、理、あの理屈の理、文字面の理屈の解釈。はい、だから、その法律の抜け穴がないかとかね、うんうん、あのいう話の時ですよ。うんうん、こういうふうに読んで、ずりことするとかね、うんうん、文字面さえ。 あの整合性があればよいという分離解釈を普通の法律はあのするべきものだからそういう異論のないようにとっても素人には難しい文章になっているところが憲法だけけは分離解釈しちゃいけないなって言うんですよこれはあの論理解釈をしなければいけない。 あの憲法を解釈する時にはこの憲法を書いた人はどんな思いでこの言葉を選んだのだろうとそこに思いをはせて解釈するっていうのが論理解釈っていうんですって。私この 考え方すごく好きなんだけどあの我らが仲間の真澄弁護士はねあの「それは少数派」とか言ってるんだけど <laughs> 私はそれが好きでそれで「あの24条はその親が口出ししちゃいけない当人同士だけ」っていうことで書いたんだからこれでもってねあの同性婚を認め今なら認めるっていうふうにしてもいいじゃないかっていう、はい、私は考え方なのね。うん で、でもう一つ、その分離解釈でするとその両性も先ほど言ったそののの形でいろいろ無理して解釈すればできんじゃないかという話うそうそう類推適用です、ねね、あの例えば日本国民はって憲法にいろいろ書いてあるけど、うんうん、日本で暮らしているあるいは日本,、はい、日本に旅行で来ている外国籍の方もそれにこう、うん、あの。 含まるっていうのはこれも類推適用ですから、方説的に考えるということですね。それで十分いいじゃないか。対照的じゃなくてね。まあそれただし竹部さんが選んだ戦略と何っていうのはなかといういろいろそういう議論が出てくるのを竹部さんはここでピシャリとやめちゃった。そうなんですよ。つまりね、いろんな人がいろんなそんなことしたらほら解禁しなくちゃいけないとかっていうようなことを言われないように無理のない解釈をしましょうよ。 それは何かとという両性の合意のみに基づいて成立しているとい、まあ、これはその文字文字通り受け取りましょうつまり男女ですよでも男女だからといってこれは別に男女の結婚を定めたものだとじゃあ同性婚はどこに定まってるのかってないないですつまりこれは24条は同性婚はだめだと一言も言っていないあ,<の>あくまでも男女の結婚について規定しているものだからこれ関係ありませんよっていう話なんです。ねね 関係ないよってここはだから論争にしないでおきましょうだからこれ原告側が言ってることはそれ違います、うん、関係ないどうでもいいんだってそんなことはもう一つ13条この幸福追及、はい、同性婚ができないからといってみんな幸福にならないかというと幸福っていうのはもっと全体的なもんでいろんな包括的なもんだから一つ一つの要件がないからといってだからといってそれに関して憲法がダメだダメだと言ってるんじゃなくて。 全体的にふわりとしたもの概念として幸福、みんながん頑張っていきましょうという話なのでこれも実はここから直接同性婚なんて導き出す必要がありませんよということですが、ね、13条も実は十三条違反ではないというのは何かというと13条も関係ありませんよ関係ない24条も同性婚も関係ありませんだから憲法がどうだこうだという話じゃないですよということによって、ええ、そして問題を焦点を14条に絞るわけですよ14条何かと、はいうと。 ただし、先ほどおっしゃったように24条で両、ね、性の合意のみって言った時に男女の合意のみで男女の結婚しか定めてないのは何かってあの時、結局同性愛っていうのは精神疾患で普通の生活を送らなくて、うん、いわゆる国民としてちゃんとした、えー、状態の日常生活なんか送らないから婚姻生活なんていうのは全然想定外で除外あの思いの他のところにあって。 だからそこのところがその根本が実は変わったんだという論理を挟んでくるわけですよね。そうなんですよ私ね本当にねあの認識が浅くってあの申し訳ないんですけれどこの判決文にねこの精神疾患という言葉が8回出てくるの。 そんなに精神疾患っていうふうに決めつけられてたのかあこの時から精神疾患ではないっていうことになったのかっていうので、はい、あの認識を新,あの新たにしたんですけれどねあのそ,そういういことなんです欧米、まあ、法体系というのはまず欧米から出てくるんですけども、はいはい、一番最初に、まあ、その法体系の根本になっているのはやっぱりキリスト教だとかユダヤ教だとか。 いわゆる聖書の話が出てきてそういうものがこう結局同性愛者もしくは性的少数,少数者を排除する論理に結びついていくわけなんだけども、うん、あの法律はねその宗教的なそのものによってそれ人々を排除するってことはなかなかその難しいのはできないので基本的にはそれを刑法化しなくちゃいけないんですね。うん、その刑法化するために えー、刑法化するのともう一一犯罪化するのともう一つは病理化するこの二つの戦略が取られるわけですよ。で1900年前後のオスカー・ワイルドの,あのあイギリスで裁判があった、はい、この時にはいわゆる刑法化をして、はいえー、ラブ・ーシェルうあの、えー、改正というのがあって刑法の改正があってそれによってどうせはみんな結局、はい、あ除。 刑法化されて犯罪化されるんですけどもオースカイ・ワールドはそれで結局有罪を受けて禁固刑,刑になっちゃうわけですよね。で何かというとその,その精神疾患であるのと病理化とそれから犯罪化の2つがの波がこの社会を覆っていってそれでずっと精神医学界もとしてはその。 性的盗作性的異常として、えー、ずっとそれを分類化していくところが1970年73年に、えー、とアメリカの精神学会がですねその同性愛というものを精神分類疾患の分類から外すっていうこと73年,73年ですね、はい、その時に何が起きたかというと実は精神学会の中でもものすごいこう論争が起きるわけですよ。 だってあんなことをするのはもうう頭おかしに決まっていいるという話でその時にですね実はその当事者の精神医学者がつまり精神分析が仮面をかぶってですね袋をかぶってそこで公聴会に出席するわけです。で私は実はゲイなんだけれど同性愛者なんだけれど、えー、全然普通ですっていうことをそこで証言するわけですよ。 でこういうふうにして病理化されてるのは不当だっていうことを自ら当時はねいくらカミングアウトだって言ったってやっぱそれはものすごい社会的な危険を伴っていたからそういうその論争のもとでだん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 アメリカの精神,精神医学会もこれは病理化関係ないなとこれは普通の存在としてあるんだ人間の形としてあるんだなっていうことで。 やり始まりそうすると80年代90年代を通して今度は WHO も認めてるわけですよ。つまりこれは病気じゃありませんで、そこで何かというと先ほど言ってた性的嗜好の話が出てきてこれは男性が女性に惹かれるのと男性が男性女性が女性に惹かれるのとそれは単なに性的そのいわゆる欲動の向きの話であってこれはしてまた生まれつきのもので変えられないんだっていうことが先ほど武部さんがおっしゃったように。 えー、それは周知世間一般もだんだん理解してきたこれだって年年だからもう50年経ってるわけですよね, <laughs> ねあのねあのいろんなああの新聞報道なんかでも社会が変わったとそれあの世論がこう変わってきたんだっていう言い方してて確かにそうなんだけど、うん、あのちょっとその前提があると思うんですね。社会がまあ 成熟あの自然に成熟してきてそういうねあのダイバーシティを認めるようになったんじゃなくて当事者が勇気を持って声を上げて変えようとしてきたから変わったわけで、うん、自然に変わったわけじゃないっていうことはねところが自民党は、うん、自民党政府は、はい、それは自然に変えた方がいいと。 みんんなもっと理解が進んで社会的理解が進んで大多数の人たちがそういうことを自然に理解して受け入れるようになってからでも遅くはないんじゃないかと社会的混乱があるから、あのー。からと判決の翌,翌あの翌日に加藤官房長官がなんかあの憲法違反とは考えていないとかいろいろ言いましたけどあれ,あれが次の,あの東京や大阪などの、はいうん の判決に、ねうん、悪いいいいい影響を及ぼさななとかって思いましたがあのだから先ほどおっしゃったようにこれを確定判決として控訴しないでっていう手もあって、うん、一つの地裁の確定判決として控訴しないで、うん、それを確定させた方がいい,いわゆる慣例前例としても通した方がいいというふうな意見もあるんだけれどもでもそれと同時にそれは例えばこれから東京名古屋大阪福岡と他の 地裁の判決が出てくるんで確定しようが確定しないが結局はまた論争は続くんだから攻、うん、攻めに行こう攻撃は最大の防御だと、うん、すごい強気ですよね、うん、でもそういう声を上げ、えっと、人生の何がしかをそのために割いてきた人々がたくさんいたからこそ、うん、こういう判決も出るし社会も変わるわけですよね。うん、私みたいなな人間も目が覚めるわけな、うん わけだからそこのところをね当事者の勇気っていうのを忘れてもらっては困るなっていうふうに思います。じゃあ、えー、と次に行きますかねはいで変わってきた社会ということで、うんうん、パートナーシップ制度というのがえっ、ー、と2015年に、ね、渋谷からね、えー、渋谷そして世田谷東京の世田谷区に導入されてからえー。 六年目なんですが、こんなにたくさんあるんですね。導入済みのこれはあの自治体、地方自治体のあの数で、こう都道府県のとかの市だとかね、あの規模がいろいろ違うんですけど、はい、とにかくこう数えると導入済みが79。これは 日本の総人口の三十四点一パーセントをカバーしています。三人に一人は、パートナーシップ制度のあるところにお住まいだということです。それから、もう導入予定、導入が決まっているところが十三自治体、さらには導入・検討しているのが八十三自治体。このすべてがあの導入したとします。と、右の円グラフにありますように。 双人組の49.3%がパートナーシップ制度の下で生きることができる。もう少しで半分です。そして、えっ、ー、とこの制度を利用している人人々が、えー、去年の12月31日時点で1516組、うん、もっと増えてると思いますけれどもいらっしゃる、はい、ということです。 ここで押さえてくかなくちゃいけない、はいけパートナーシップ制度っていうのはこれは何ら法律的に認められたものでもなくて、うん、そからえ保証されるものでもなくて、うんうん、だからといってじゃあ病院でもしくはあのあの葬儀でもしくはいろんな困った時だとか、うん、住宅ローンを借りる時だとかそういうものに関してこのようにと同じようなパートナーシップ制度というのができているのかというとできていない、はいうん、そういうものを勧告しますよ。うん お願いですそれをみ、うん皆さん認めてくださいという、うん、ただ単に宣言してるだけでパートナーシップ制度っていうけれども、うん、制度はなってないんです、うん、パートナーシップ制度みたいなことをみんなでやりましょうねっていうふうに宣言してるだけだって、うん、法的ななは全くないだからあのそういうあの批判があることは私もあの理解できます。これはあくまでも マジョリティに対するマイノリティのお願いなんですよね、うん、あのこういう制度に私たちはあのこうあのサインしているので、うん、このマンション貸してくださいとかね、はい、そ,うそういうことじゃないですか。うんまあ、お願いですから、ねね、お願いもそうですよでもお願いだけども主体的に捉えればそれは要求し続けているということでしょうね。パートナーシップ制度ドメスティックパートナーっていうんだけど、まあ、これは別にその同性だけじゃなくて男女もそうだし。うん いろんなパートナーシップとのがあるんですけどもこれ実は欧米の例をとってみても一番最初はその法的なものではなくて例えばそういう人材優秀な人材が欲しい企業であるとか優秀な人材が欲しい自治体がまずその市の中で自分たちの市の職員にそういう制度を結局。 する同じように平等にそういう制度を付与するという形で広付与というか拡大するという形で取り入れられました1990年代のニューヨークであるとかいろんなところでそういう形で始まりますそれが法律になるのはその次の話であって、うん、ただしそういう草の根の段階で、うん、そういう動きが企業、うん、それこれ特にあの例えばちょうどいわゆるアップルだとか、うん、アップルはまだか、えー、そのマイクロソフトだとか、うん そういうい IBM かあの当時はねそういうところで90年代に圧倒的にその先進企業というのが人材が必要なためにそのいわゆるドメスティックパートナーシップというものを私たちはやりますだからうちの会社は働きやすいですよ来てくださいって言ってやったでそれ何かというとアメリカの場合実はただ単に性的その少数者だけじゃなくて人種的少数者の話でもあり女性の話ジェンダーの話でもあるつまりこういうことをやっているところは女性にも優しいし。うん 人種的にも多様だしっていうことでいわゆる企業が自分たちの大義名分その企業活動の大義名分としてこれをマーケティングに結びつけるという戦略としても広がった、うん、つまり草の根でいろんなところでそういう動きが出てきてやっと法制化に進むんですね私もそういう何て言うの経済的な利益と、うん、あの結びついたこのようなあのパートナーシップ制度とかね、うん、否定はしません。うんうん ただその例えばあの日本でこのパートナーシップ制度を初めてその導入したのが渋谷区である、はい、やっぱりねあの新自由主義でいう経済をね、うん、あの,あの,のなんか先端的な地域でしょ。で、えっと、パートナーシップ制度を、ねね、利用しようかなんていう人たちはおそらくその IT 企業に勤めてたりね裕福であったりとかその辺が。 渋の狙いですよ。でもねいいですそれで別に最初はねそういうの例えば政治利用としていわゆる少数者に優しい例えばピンクウォッシュとか言うんですよそれから渋谷区の場合はほら宮下港とかそれと同時だったと公園からホームレスを排除してで企業が それをなんか使よいいいみたいなのとくなとと、ね、パーートナーシップ導入はこんなに優しいですよ、うん、だからこっち側でこんなことやるのも許してるね、うん、みたいなところがあったわけよ。でもそういうことはそれで、まあ、そ,うそういう流れっていうのはあるんでしょうけどでも逆に言うともっと言うとその流れに対して差を指すのがやっぱりでも少数者たちであるでで。少数者たちが結局主体的にそれに対して、えー、力を持った時にまたそれに対して 反撃することもできるっていうことを、ね、いつも考えておかなくちゃいけないと思いますね。そ,すねそれはね。はい。あの原田さんなんかはあのすごく若くてカミングアウトなさった。えっとそうですね。あのまあ初めてカミングアウトしたのは十八ぐらいだったんですけども。<う>で、高校生。そうですね。高校生の時にまあカミングアウトをしたのがですけども。 あのー、その2015年のレスリー・キーさんに撮影していた,だいたその「アウト・イン・ジャパン」っていう撮影をしていただいたんですけどもなんかこれ今出ようと思ったのはまあの今から6年前とかですね、はい、この時にまあ公にといいますかあのカミングアウトしたっていうのでまあそれまではやっぱりまあもちろんね友達だったりとかにはもちろん言ってはいたんですけどもまあ家族にも言っていなくてですねまあこれをきっかけにまあ家族にも伝えたりまあ職場の仲間にも 伝えたっていうことがありましたね。はい、やっぱり信頼できる友達。うんうん、で、あの、ね、職場家族の次、うん、これで。はい。どうでした。いやー、えっと、でもやっぱりカミングアウトって、やっぱりこう自分が関わる人に。やっぱ自分のことを知ってほしい。そ、うん、うですよね。やっぱね、そうですよ、うん。なんかやっぱそのために、あの伝えたいなっていうのもあったし、やっぱりこう関わる中で、やっぱり自分はこう。 より近くくななっててるとシャッターをどううしても閉めちゃうみたいなこれ以上こう入らないで僕はもうっていうようなことをやっぱりすごくしてきたのでやっぱりそのね本当は好きだけど関わりたいだけどできないみたいなそういうもどかしさというかなんかこう苦しさみたいなのはやっぱ抱えてたのでなんか自分の人生をより前に進めていくためにはやっぱりそのカミングアウトしないと進んでいかないなっていうのがあってで本当にたまたまタイミングといいますかきっかけがあってあのまあ、まあ 公にもカミングアウトしたっていううのがそですねカミングアウトゲイとかレズビアンとかっていういわゆる性的少数者たちが今までみんな語られる存在だったでしょ目的ごとして語られる存在だったそれは例えば黒人差別もそうです女性差別もそうです女たちは「どうだこうだ」って森さんみたいにして言われるわけです言うわけですよ。 黒人たちは結局知能が少ないから、うん、知能が悪いから彼らを例えば教育なんかさせてもしょうがないとか、はい、それから女たちはその経済的に何も出実してないからクレジットカードは持たせられないとか、うん、銀行口座も駄目だとか、うん、でそれを優しい白人の男の人たちが庇護してやってるんだっていう形になってた。いいつもいつもも白人男性たちで 女性も黒人もそれから性的少数者たちも語られる存在だったその時に、えー、全ての差別運動っていうのは解放運動って何かっていうの今度は黒人たちが女性たちが主語となってその白人たちもしくは非抑圧者たちを語り始めるっていうのが例えば50年代60年代,60年代の,その黒人解放運動マティール・サッキングだとか ローザ・パークスだとかっていう話になってきてみんな続いてるんだけれどもその時にもういいじゃないかと思うのは何かカミングアウトしてわかるっていうのは何がわかるのかって言ったらカミングアウトした人の正体ではなくてカミングアウトされた人の正体がわかるんだとつまり私はゲイです私レズビアンですって言った時に私はゲイですっていう正体を明かすっていうよりもそれを聞いたその人物がどう対応するのかって この人今まで優しいと思ってたんだけど頭いいと思ってたんだけど頭悪いじゃないかってこの正体がカミングアウトされたことによってそいつの正体が分かっちゃうんだっていうふうに捉え直すつまり主語を僕たちがこうやっておのおの一人一人がと取り戻しそして語り始めることによって歴史はまた語られ方が変わってくるんだということをねせっかくだからさ 性的少数者の運動も黒人解放運動も女性解放運動もそういう形で捉えていかないと社会は変わっていいかないそうですね、うん、あのと障害者運動もやっぱり当事者が声を持つかわいそうな保護しなきゃいけない障害者じゃなく。 障害者自身が声を持って来たことから飛躍的に発達しました。そういうこと。川崎のね青い芝の会のとかね。だから当事者が変えてあの変えてきたんだ。大変だけども、まあ私も女性ということでは当事者であのあり続けてなぜだか残念ながらしますから、まあ頑張んなきゃいけないなと思うけれども、でちょっと。 あの原田さんがね企んでいるあのそうそうことこれちょっと語り始めたんですかね <laughs> 原田さんが聞かせてくださいその誰もが自分らしく生き,生きていける社会を目指して結婚式のウェブサイトレボルボを作りたい <laughs> ちょっと言葉をたおぎあの補ってくださいレボルボってあこれはですねレボルボ私が作った造語で、うん、あのレボリューション うん、とそれから、えっと、ボルブっていう回転するっていうことを取ったんですけど、あのーまあ、もともとあのガンジーがチャルカっていうね小さな糸車を回していくっていうことであの、まあ、イギリスからの、まあ、こう独立、まあ、自立と自治のためにチャルカを回していこうっていうことをねあの呼びかけていたんですけど、まあ、そこから取ったんですよね。こうまあ、本当はまあ まチャルカを回すってなるとこうスピンとかって言葉使うんですけどなか,なかなかいい言葉がなかったのでレボリューションとその回転していくっていうことを合わせてあのゆっくりでもこうちゃんときちんと届けていけるようなサービスを作っていきたいなと思ってレボルボという名前をつけたんですけどもはい、はい、インボルブっていうあれもあるしね関わっていくとかねはいはいはい、うん、そうですねレボ 結婚式にあの注目したというのはそうですねあのやっぱりなんていうんですかね結婚式ってやっぱり結構こうマジックがあるというかやっぱり本当にそこにこう関わる人とかそこに立ち会う人ってやっぱりこう幸せになれるうんなんかやっぱりこうハッピーが広がっていくと思うのでまあ五十あこれはあこれはのかつて働いてた職場での結婚式をやった時ですねあ<ー>はいこれはあなたが企画したの 企画とそうですねあのやったんですねあまあお手伝いしてあお手伝いさせていただいて<ー>うんあの時のものですねで結婚式場じゃなくてそうなんですよここ,ここは真ん中の二人で結婚したんですかそうなんですよ<ー>でここでやりたいって言ったからハロダさんが じゃあっていうので、一肌脱いだ。っていう。で、これの。手作りの。そうそう、手作りの結婚式。これの成功体験に味をしめて。っそういうこと。そう、そうなんですよ。あ、で、これ、これは、もう、これはウェディングプランナーになってからなんですけど。えっと、北海道のニセコ。で、えっと、やったパーティーなんですけども。あの、二人が自然栽培の有機農家をしていてですね。 えと本当にもう2人が、あのー、周りにも本当にすごい素敵なこな生産者がいてその人たちのまあ料理だったり、まあ、自分たちが作った野菜を使って届けたいということであとは二、ね、足でどんな風に暮らしてるかってことを知ってほしいってことであのパーティーをすることになってですね 私当時その時は私名古屋に住んでたので、うん、あのオンラインで打ち合わせをしつつ、うん、まあコロナじゃない時だったんですけど、うん、まあオンラインで打ち合わせをしながらあの2度ぐらいかな、うん、あの私も足を運んで下見して打ち合わせしてなんてしながらやっていた結婚式だったんですけどこれは披露宴をそうですね披露宴と、まあ、人前式もあのもとにこの外でやって。 あのまあ、彼らはねいわゆる結婚式場でっていうことはやっぱ考えてなかったのでやっぱりつながりあるあの仲間と共に一緒に作っていきたいということだったので、うん、本当にまあカメラマンだったり司会者さんだったり本当です、ね、食材もそうですし料理人もそうですし彼らの求、うん、人たちが、うん、あのできることを本当に持ち寄ってそっちのネットワークの中で、はい、食材もだから、うん、あのお料理作る人も。 これ普通の結婚式会場とかホテルとか使うのと予算はど,のどう あそうですね予算はやっぱりリーズナブルに抑えられるんじゃないですかね、うん、あのー、やっぱりまあ会場を、ね、借りるだけでも結構金額もかかってくる、ね、っていうところも多いですし、うん、いわゆるね本当なんかドレスとタキシードみたいな感じでもなかったりこれも多分友人が作ってくれた衣装だったりするので参列している人たちもそんな堅苦しい、はい、あそ,うそうですねあ<の>おではないですね。 気軽な感じですけどもホテルとか,かあれ会場だったらみんなパッケージになってさです、ね、<laughs> どんどんスイカですねそうそうそうなっちゃうのであのそういったところはまあ基本的にねなくってやっぱり2人が本当にやりたいって思ってる大事にしてることを大事にしてっていうかあ,の、まあ、あとはやっぱり結婚式ってどうしてもこう、まあね、大きな節目ではあるんですけども、はい、まあやっぱその後も続いていくね人生の。 僕も関わっていけたらいいなってやっぱ思っているのでそういうことがんかできたらいいなと思っていたんですけど勤めていたお店で一肌脱いであげた結婚式も今のニセコの結婚式もそれから今写っている結婚式も結婚式場で働いた時でですね結婚式場も修行なさってですね 全部ね異性婚ですよね。あ、そうなんですよ。はい。今のところそうです。同性婚は手がけだ。あ、これからですね。これからなんだ。ん <laughs> それをやりたい。それをやりたい。ですから、まあやっぱりその日本でこの同性婚が認められることのやっぱり後押しにもなっていけるように、うね、やっぱりその可視化できるように、うね、たくさんの人がこうねまだあの法律的には認められてはいないけども、うん、まあ結婚式はやっぱりできるし。 でそれをやっぱりこう見えるようになっていけばもちろん結婚式場であったりブライダル関係の人たちもなんか自分たちもやっぱりこうできることがあるんじゃないかなっていうこともきっと気づいていただけるかなと思いますし、うんね、あのもちろん日本で同性婚が認められた時にやっぱりこう結婚式場が受け入れる体制ができてないと。うん、で。 異性婚の人たち、ねはい、えっあの同性婚で素敵すごい素敵なプランやってくれるところでやるのとかいう感じになるとなんかどあの LGBTQ のえ結婚式を手がけているということ自体が、うん、なんかブランド力になってねそれを憧れるみたいな現象が起きるじゃないですか。 あの、原田さんにはちょっと頑張ってもらいたいと思うんですが。<laughs> はいはい、頑張るために、な、はい、あの。クラウドファンディングをあ。そうなんですよ、はい。まあ、あの。そうですね、クラウドファンディングをやろうと思ったのはですね。あの、まあ、これまでもやっぱり、こう自治体の議員の、まあ。こう差別的な発言であったりとか、もありましたよね、去年、はい。新、ね、しくね、足立区の方であったりとか、<ー>それから、まあ、あの。 えと同性婚訴訟の東京でもまあ強奪物として扱われたりとかまああの社会通念として認められないみたいなことがやっぱりあってやっぱりまあ声を上げていくってことがやっぱすごく大事だなと思ってるんですけどもやっぱりまあそれだけでも変えられないこともあるって思っていてでやっぱりこう。 この LGBT の人たちへの結婚式を届けていくために、まあ、よりやっぱり仲間を作っていきたいなっていうことと、まあ、より多くの方に知っていただきたいなというふうに思ってクラウドファンディングっていうものを使ってあの届けていいきたたなと思ったんですね<あ>これクラウドファンディングは何のクラウドファンディングのあなのでウェブサイトを作るという形でスタートアップとしてという形であの、まあ、資金は募るという形なんですけども、うんうん、やっぱりこの。 まあその同性婚訴訟も含めてですけどもまあそういったことをまあ皆さんとして課題として思っていただける方とあの共にあのやっていけたらいいなというふうに思ってクラウドファンンディングを始めましたウェブサイトはどんな形になるんですかウェブサイトはですね、えっとまあ、ひとまずまあ資金がちゃんと集まって成功すれば、はい、えっとひとまずはあのまあランディングページといいますかという形で作成をして。 でそれからこのプロジェクトをきっかけに、まあ、あのお客様、まあ、同性婚の方も、まあ、あの同,性同性同士の,あの結婚式もまあ手掛けていけるようになっていけばあのウェブサイト自体はアップデートして、うん、あのちゃんとそのお客様を入れたものをまあ作っていきたいなというふうには思っているんですけどもやっぱりその2人の人生の物語みたいなものをまあ届けていけるような形でちゃんとあの作れたらいいなというふうに思っていますね。はい いやあのこういうねあのい意見裁判とかもものすごい重要だけれども、はい、そういうことばっかりだとなんか堅苦しくって <laughs> あのだからこういうそれを形になったもの,あの具体化したものっていうのをこう見せていくっていうのがねうん、うん、そして私たちが体験していくっていうのがすごく重要だと思うのでうん、うん、いやーあの素敵なサイトができるといいですね。はい、実は先ほど、えっとあの 法的に認められてないというふうに言ったけれども同性、はい、婚実はあの札幌の意見判決の前後にいろいろと動きがあって同じ日に、まあ、新宿区はパートナーシップを否決するんですけれどもね区長やなんかあまり動かないし自民党公明党が動かないということでただし最高裁の小法廷が内縁関係っていうのを認めた、うん、そ,そ,それだけじゃなくそ,てその前日にもまたもう一つそのいわゆる不倫が。 同性間でもつまり、はいえー、同性間のカップルにおいても不倫したっていうことが成立するとこれつまり事実婚を認めてるってことなんですよね。はい、そしてこの札幌判決、はい、この本当に一両、はい、のあの日、はい、あの一両子にいろんなことが起きて、はい、実は裁判はつまり最高裁も含めてなんだけども同じ2人のつまり同性だろうがあの異性であろうが。 内縁関係つまり事実婚としての関係を認めてるっていうところはもっと周知されていいんだろうそうですすよね <うん S 1> 本当にすごいです、ね、だからそういう意味では事実婚で結構だからどん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 そのウェディングやっちゃってもいいんだよだからこれもね実はその別に特権とかなんとかじゃなくて選択的その夫婦別姓と同じ話で選択なんだと。 同性婚やりたい人はやれ合いだけの話で異性婚やりたい人は別に異性婚がそれによって破壊されるわけでも混乱するわけでも混乱するとしたらお前が混乱してるだけだって <laughs> <laughs> あのねの判決の中でもの抜けぞっちゃったんですけれど、はい、あの国のねあの言い分をこう真っ向否定しているんですはいはいで国が何を言ってるかっていうと同性愛者でも異性婚はできるので結婚の平等はね保たれている っていう国が言ったんですよねで、そんな馬鹿なことがあるかっていう五反論法なのかな、一緒何 <laughs> な,なのこれそんなこと真面目に大人が、うん、あ法廷で主張したのって思うけれども、うん、もう一個大切な聞いた、ね、そうですね。もう一個大切な坂部さんの言い方はつまり 圧倒的多数者である異性愛者たちの理解が元にならなくちゃいけない時には、うん、いつまでたってもその差別は解消されないそんなことはそんな理解なんて必要ないの<う>つまり法の元での平等ってのはもう決まってるんだから法制化進めましょうっていうふうにもう言っている、うん、これねすごい、まあ、でもね実はこれ竹部さんその精神疾患の話であるとか全てね実は日本の、えー、と1990年の初めに 赤の青年の家、府中青年の家っていうあの差別事案で同性愛者たちがみんな排除されて同性愛者たちが結局、青年の家を利用そのいわゆる研修施設ですね、利用してたら他のグループから同性愛者だ、ゲイだ、オカマだって言われてそれで、府中青年の家の方にこんなことが起きたから注意してくださいって言ったらあんた方が問題だからだめなんだって言って赤というその同性愛者のグループの方が翌年から排除されるという話になって。 それは主客転倒だろうという話で裁判を訴えた時に実は東京地裁も交際も赤が勝つんですよそれ何かというと精神疾患ではないしそれからその,それをその差別を黙認してたのは政治の責任だということまでもう本当に一刀両断してるそれをもとにして武部さんも実は書いてるそれだけじゃなくて武部さんはアメリカの裁判も全部 普遍してるんですよその辺のねその全ての,その今までのいわゆる世界の法理を全部吸収した上でこの判決を書いてるこれはねその辺のことをもっと私たちは尊重すべきだと思いますね。 ぜひ皆さんあの短い判決文なのであのネットにありますのでご覧になっていただければと思います、うん。うん、うん、ここの問題出るかもしれない <laughs> <laughs> ねこれは歴史的にあの、うん、残る判決ですからねああの話が飛んじゃったけれども。 じゃあクラウドファンンディングあこれは何 <laughs> これはですねあの私の大阪の母校高校であの多様な性の授業をしてほしいっていうことで呼んでもらった時に、まあ、ちょっと生徒が映るとあれなのでちょっとその時の先生が映ってるんですけどえっで、と、大阪府立松原高校っていう高校で結構まああのまあ リベラルと言いますか、まあ、あの、ジェンダーの授業とか、もう、私が卒業した後すぐからもやったりとか。<ー>制服も選択制の授業があったり、あ,あ,いいね、あと、障害がある子たちも一緒に授業もしてますし。あの、海外に行く子も留学してくる子も多かったですし。風通、うん、しのいい。あ、かなりいいですね。本当に。それは良かったです、ね。はい。原さん、もここ卒業して。フランス行ったんですか。ああ、そうですね。はい。あの。 そうですね。なんかやっぱりそれを応援してくれる先生もいたっていうのもやっぱり。そうなんですか。はい。でそこで呼ばれて。何で就活したのフランスで。フランスは<学>まあその当時はまあ留学だったんですけどね。あのまあ元々は料理人になりたかったんですけども、うん、その当時ははい。料理うまいの。いやいやいや全然そんな。<laughs> なんだ。<laughs> ねちょっとまあ方向転換じゃないですけどやっぱりまあこうフランスっていうね場所で。 こういろんな人と出会うことの中でやっぱ自分をすごく考えるきっかけがたくさんあったなと思っていてフランスの市長も、ねうん、同性愛者だったんですね,そうですね私がいたときもそうです同性愛者だったんですけど島国に自分が住んでるなってことはすごく痛感するあ,<ー>あのことだったなっていうのはあってやっぱ日本のこと、歴史のこととかね何も知らなくてですねかそういうことがやっぱりこう自分のアイデンティティをこを考えるきっかけだったんですけども、うん、で,、ね、なので自分をね振り返りますよね、はい、あの留学するとね。はい、はい はい。でこれがそのクラウドファンディングの。どこでクラウドファンディングを見つけられるんですか。ウェブサイトがえっとレディフォーというプラットフォームを使っておりまして、はい、レディフォ、えーの中から、はい、えっと探していただければ。このハッシュタグで検索すれば出てくるかな。なね、はい。あるいは原田な大事郎新た大事ロですかね。原田大事ロってすごいいいものね。はい、<laughs> そうですね。<laughs> <laughs> ありがとうございます。ぜひ皆様あのご覧になって。 ください。リンクをンクは,はいリンクを貼っておきますので、ぜひご覧になってください。そしてきょ、うん、興味をお持ちになりましたらば、ぜひご協力お願いいたしたいと思います。いくらから？三千円から。三千円からです。はい、あのとても素敵なことがなんか始まるような感じがいたしますので、ぜひご協力ください。えっ、ー、とじゃあ、えー、北丸さん、うん、あ原田さんちょっとあの言い足りなかったこととかない、ね？大丈夫？うん 言いたいす。<laughs> これからも言い続ける。そうね。そうね。い、これからも言い続けるということを <laughs> <う>。三人で。はい、言い出して。あの、終わりたいと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。